ハー、ハワイのアマカタエバンです。今日はイリカイホテルの前に来ています。ここはワイキキの西側の端っこの場所にありまして、アラモアナショッピングセンターまでも徒歩10分ぐらいの場所にあります。イリカイホテルは1965年に建ったワイキキの中でも最も古いコンドミニアムの一つで、オーシャンフロントといって海の目の前に建っている数少ないコンドミニアムの一つでもあります。全部で1061個あるこのコンドミニアムは、こちら側がマリーナ側といって、海が一番綺麗に見えるところですね。ここが一番人気のエリアです。反対側のこちら側がラグーン側といいます。ヒルトンホテルとその間にあるラグーンがよく見える場所で、2番目に人気の場所です。そして僕からは見えませんが、アラモアナ通り沿いのシティビューという、向こう側ですね、これが、海は見えないけれども山と夜景が綺麗な、場所で、一番値段的には安いエリアになりますね。え、入れ替え見てみたいですか？わかりました。じゃあ早速行ってみましょう。レッツゴー。今イリカイのロビーフロアに来ました。ここはアクアホテルのフロントとか、カイルアから来たシナモンという有名なレストランも入っています。その他にもコンビニですとかスパ、あとはいろいろなショップとかカフェが入ってとても賑わっています。それじゃあ早速部屋の方を見に行ってみましょうか。ここはとてもよく管理されていて、ご覧の通り廊下もすごい綺麗になってますよね。じゃあ早速行ってみましょう。はい、イリカイのマリーナ側のワンベッドの部屋に来ました。まずフルキッチン、そしてリビングスペースと後ろにある、ベッドルームですねと、簡単に分かれていて、あちら側がフルバスです。それともう一つ大きなラナイがついているので、ここはものすごいオーシャンビューですよね。あとはテーブル椅子なんかを置いてラナイで朝コーヒーを飲んだり、はい、特にこのマリーナサイドは夕日がとても綺麗です。ちょうど、サンセットが落ちてくるところが見えるので、毎日カクテルを飲みながら夕日を眺めることができますよ。今お部屋を見てきましたけれども、ちなみにこの建物は日本の投資家にとても人気なんです。というのも建物の割合が9割もあって、耐用年数オーバーの古いRC 建築物ですので、減価償却が早く取れるということで、節税商品として今日本の方にはすごい人気です。イリカイホテルいかがでした？このチャンネルではこのようなハワイの不動産の情報や、あと僕のハワイライフ、ハワイでの家族と一緒の生活のことなどいろいろ発信してますので、ぜひ登録してみてください。あとイリカイホテルに興味がある方、買ってみたいという方は、ディスクリプションのところにリンクを貼ってありますので、そこからぜひお問い合わせください。それでは Until next time. マハロー。